みなさんこんばんは。せーの、桜坂46です。森田ひかるです。山下しずきです。渡辺美桜です。はい、今回は、はい、今回のテーマはギリギリ言えるメンバーの秘密ということで、何かありますか？ありますか？じゃあ私から言いますね、はい。実はメンバーの向井とはは、うん、どんなに忙しい一日でも、うん、鏡で自分の変顔をチェックしてます。そうなの？はい、いつも見てます。私は変顔、よし、オッケーとか言って変顔してるの？変顔を鏡でやって、そうなんだ。よし、今日も頑張ろう。明るいね。その現場にいつも私がいます。うん、あ、そうなんだ。見たい、見たい、見たい、見たいですね。じゃあ私も同じく同期の谷口愛理なんですけど、谷口愛理は楽屋で愛理を見るたびに絶対にグミを食べてます。確かに常になんか新しいグミの情報とかが早くて、いろんな見たことないグミをたくさん食べてるんですけど、それどんな味って言ったら絶対に1個くれます。優しい。かわいい。くれますね。確かに優しい。確かに何か食べてるよね。食べてますね。確かに。はい、私は結構何人かなんですけど、メンバーの、はい、結構楽屋でちょっと大声を出して騒いでるメンバーが何人かいるんですけど、多分聞かれたらちょっとまずいんじゃないかなってぐらい結構わーって規制を発しています。確かに明るいですよね。なんか夜になっていけばなっていくほど結構テンションが上がるメンバーが多いので、多いですね。結構見たら面白い楽屋なんじゃないかなと。確かに楽しい楽屋です。はい、ということでこんな感じの桜坂46がパフォーマンスしますので、はい、ミュージックステーションを見てください。見てください。バイバイ。バイバイ。